え、ファイヤーキングさん、昨日はアピアのタオルありがとうございました。お礼の意味を込めてパンチラインのイブランカラー買いました。どういったカラーか解説お願いします。はい、イブランカラーですね。イブランカラーは、実はエグイドにもね、復活、復活性か採用されてるんですけど、基本、あの、上がオレンジ、ベリーもオレンジ、横がパールってカラーですね。で、えー、ジャドームスーさん、 から採用された、まあ、自分が考えた、まあ、考えたってことでもないけど、自分が仕掛けたカラーなんですけど、ローリングアクションが、の、明滅効果が一番大きい効果を狙ってます。で、スーさんにおいては、もう目、オレンジ色の光ってあるじゃないですか、あのナトリウムと、 で昨今は LED のオレンジ色の光のね、外灯も結構ありますけどその、あのね、オレンジ色の下の明暗部とか上野と周りで圧倒的に強いカラーっていうのを目指して作ったのがイブランカラーで、まあ、当然オレンジが同調するので、白い部分の明滅っていうのが実際のボディサイズよりも細く長く見え,見えやすいって効果を狙ってますで。実際それはすごいあるようで、 めちゃくちゃ釣れるんですよね。ヤルキスティックとスーさんのイブランカラーは、もう本当に1番、2番、3番ぐらいかな。毎年、上位カラーに、人気上位のカラーなんで、イブランカラー、パンチラーもいいと思いますし、エグイドもいいと思いますね。岡様イブランカラーがお気に入りですかはい、イブランカラー大好きですね。もう昼、昼夜は絶対になりますね シダさん、レッドビアからの誕生日はお聞きしたいです。とにかく釣れるのでに、超お気に入りです。分かってますね。<laughs> いや俺もレッドビア大好き。なんでだろうさ最初スーさんなんですよね。スーさんで、スーさんがローリングアクションが素晴らしいんですよね。で、なんとかシュタインカラーっていうのと、レッドビア、なんとかビアカラーって2シリーズ考えて、グラデーションで、 要は、チャートから赤くなってくラインと黒くなってくラインをグラデーションで5段階ぐらいにして塗ったのがレッドビアなんですけど。あまあ、で、最初にね、ちょっと赤との調和でちょばで焦げ茶色になったんですが、それ、それで目、ローリングをすると、非常にこう、魚への見え方がビカビカじゃなくて、何とも言えないヌルヌルした明滅になったんですよね。 で、ピンクと青とかのグラデーションにしたり、緑と黒のグラデーションにしたり、いろいろなシリーズを同じか新色で出したんですけど、でもその時からめちゃくちゃ釣れてたんですよね。レッドビア。で、まあレッドビアだけブルーブルでも使うようになったし、まあピアさんにも作ってもらったりして、まあレッドビアしか投げない人多いですよね。 旧江戸川でももう、ここはレッドビアが最強ですっ,つって、そんなわけないじゃんって思いもあるんですよ。だけど、絶対負けますもんね、レッドビアにね。まあ、あの水、水色とかもね、関係あるんだと思うんですけど。